離れます。スタートしました。ほぼ揃いました。さあ先行争いです。まずは3番ドルチェモアいいスタート。出口をくれて1番のユニコーンライオンが先頭に立っていきますが、外から8番の鳳凰ビスケッツがそれに並んでいきます。2頭の後ろは2馬身差、7番のヤマニンサルバム、14番ジャンカズマ、さらに外には16番のスパイダーゴールド、3番で集団3頭、そのインコースに3番ドルチェモアが控えて、リューベックはその後ろです。さあ1コーナーをカーブ、前は2頭、わずかに8番の鳳凰ビスケッツが先頭に立ちます。体半分1馬身とリードを広げました。2番手に1番ユニコーンライオン、その後は1馬身差14番ジャンカズマが2番手に接近。内から半馬身7番ヤマニンサルバム、向こう正面です。半馬身走16番スパイダーゴールド、内から3番ドルチェモア、10番リューベックがその直後、あとは12番キラーアビリティが中段の前、そして内からは2番のカントル、間には4番のシュバリエローズの追走、そしてその後ろから15番のピンハイ、中段の後ろを進んで残り 1000m を通過、 1000m は60秒2で通過しています。ピンハイの内から5番のサトノエルドール、さらにはその内から6番のマイネルサンロンが行って、それをかわしていく11番ハヤヤッコ、後方から17番のワンダフルタウン、最後方13番カレン・ルシェルブルという体系。3コーナーのカーブ、縦長です。前は2頭ですが、わずかに8番のホームビスケッツが先頭、外にまた並んでいった1番のユニコーンライオン、この2頭が後続に2馬身のリード、14番ジャンカズマ、それから16番のサイダーゴールド、手を動かしながら追走、内には7番のヤマニンサルバム、第4コーナーをカーブ直線へ、残り400を通過して、ホームビスケッツ、ユニコーンライオン2頭が並んで、ヤマニンサルバムがその外から追ってきた、そしてその後ろはずらーっと広がって、リューベック、さらにはその間から4番のシュベリエローズが追ってきて200を通過、そこからはキラーアビリティ、それからピンハイ、さらに早やっこです。さあ抜けたのは7番のヤマニンサルバム、ハヤヤッコがぐんぐん差を詰める、ピンハイ3番手、7番ヤマニンサルバムゴールイン、ヤマニンサルバム重賞初制覇。スタートしました。12番の森のカンナちゃん、後方からスタートが早かったのは4番のセイウェンプラチナ、外から14番のアールクインダムがついていって、2頭の間8番エリオトロピオ、9番デコラシオンと外に11番のボーンビスウェイ、各馬1コーナーカーブへと入っていきます。その後に6番のカーペンタリア、1コーナーから 2コーナー中間、4番のセイウェンプラチナ、原祐介リードを3馬身取りました。14番アールクインダムが単独2番手になって、インコースの3番手8番エリオトロピオ、西日を浴びて2コーナー、外から11番ボンディスベイ3番手に上がりました。あとは5番手に9番デコラシオンです。隊列が縦に伸びて先頭までで6、7馬身があります。4、5馬身後ろ5番のグランディアがインコース、外に6番カーペンタリア、2馬身後ろ10番ルドミクスが続いて、あとは1馬身差2番パープルレディ、外に15番カナテープ、あとは7番のアドマイヤハレー、3馬身後ろに13番レイト完成用、外から3番ロジハービン、内に1番のウィンディブルマン、少し離れて12番の森のカンナちゃん最後方です。 1000m は60秒3のペースでいきまして、3コーナーカーブ、4番のセイウンプラチナ一旦開いたリードが4分の3馬身まで詰まっています。ついていった14番アールクインダムと11番のボーンディスウェイ先端3頭、その後ろが5馬身がいて8番エリオトロピオと9番デコラシオン4番手2頭、さらに3、4馬身後ろに6番カーペンタリア、外から動いていって3番ロジャービン、このインコースには5番のグランディアです。その後にカナテープ、4コーナーカーブ、直線コースに向かいました。3頭広がった外から11番のボーンディスウェイ先頭、うち14番アールクインダム粘るセイウンプラチナ、その背後に8番のエリオトロピオとデコラシオンです。横に広がった争いの外から9番デコラシオン、11番ボンディスウェイ、8番のエリオトロピオ、さらには5番のグランディアが差を詰めてきますが、前は9番のデコラシオン、内では11番のボンディスウェイ並んでゴールイン、その後5番グランディア3着追い。11番来るって言うたやん、ボンディスウェイ来る言うたやん、言うてました、言うてましたよね、言うてたよね、言うてました、言うてたやんな。スタートしました。
11番のルヴァンノワールが最後方、コースタートは1番パラティーノヒル、2番ラピカズマ、2頭が出ていきます。3番で固まって13番ハクサンミニョン、間からは4番のフライングブレード、最内3番ラボルタ、それから1馬身差7番クイーンズコスモス、半馬身走9番サンマルクレイジー、2馬身差6番の東方ジナールがいて、その後ろに続くのが 10番のヒオリーカズマです。3コーナーのカーブを迎えます。あとは1馬身差15番のマテンローナイトがいて、14番ユキアナギ、5番のロッククリークが内側接近、8番リシャールケリー、4馬身離れて12番コーリングユー、最後方2馬身11番ルヴァンノワール、やや縦長で4コーナーのカーブ。さあ先頭は2番のラピカズマ、4コーナーをカーブ直線へ、その外からハクサンミョンが接近、フライングブレードはその2頭の内にコースを取っていく、前3頭が広がって、さらにはラボルダが間から追ってくる、そしてその外からはクイーンズコスモス、そしてその内からは6番の東方ジナール、残り200の標識を通過、大下8番リシャールケリーも追い込んできた。さあ前の争いですが、3番のラボルダが立った、フライングブレード2番手ですが、外から8番リシャールケリー接戦、先頭ラボルダゴールイン、2番手が2頭、4番フライングブレードと外8番リシャールケリー。スタートしました。先行争い、4番のサジェス、それから6枠2頭、6番ポッドボレット、7番ブレイブロッカー、まだ隊列固まりませんが、内から1番エアサージュが出ていくか、3番のアインゲーブング、そのうち2番のシルキーボイス、徐々に馬群がばらけにかかって1番のエアサージュが行きました。最初の坂の上りに入っていきます。3番のアインゲーブング2番手、2番のシルキーボイス3番手、さらなく4番サジェス、5番のファンタジアが続いて3番手グループ、2馬身離れて中段6番ポッドボレット、そのうち10番レッドベロシティ、あとはマイネルラウレア、後方から4投目になりました。内に入った7番のブレイブロッカー、後方から3投目、9番ビューティーウェイ、最後方から11番シホノスペランタ、1コーナーから2コーナーのカーブ、冬の日差しを浴びて2コーナーのカーブに入っています。1番のエアサージが先頭です。リードが1馬身半です。3番のアインゲーブングが2番手、1馬身差、内2番のシルキーボイスが3番手、外体半分差、5番のファンタジア4番手でバックストレッチに入っています。そのインコースを取って10番のレッドベロシティ、スタートしての 1000m は1分2秒ぐらいでの通過です。4番のサジェス、6番のポッドボレット、中段固まっています。2馬身差、内に7番ブレイブロッカー、その外8番マイネルラウレアは後方から 3,4 投目、残り 1000m です。前までは8馬身から9馬身といったところ、後方から2投目9番ビューティーウェイ、最後方11番シホノスペランタ変わりません。内回りの3コーナーのカーブに、おっと8番のマイネルラウェア、8番のマイネルラウェア失速、3コーナーで失速、大きく離れてしまいました。3コーナーから4コーナー坂を徐々に下りながら、1番のエアサージェ先頭、3番のアインゲーブングが2番手、残り600切りました。3番手内から2番のシルキーボイス、外5番のファンタジア4番手、間からは10番のレッドベロシティが続いて先段ごとを固まっています。内で足を溜める7番ブレイブロッカー、4コーナーのカーブ400切りました。坂を下りながら直線に向く、先頭は逃げるエアサージェの外3番アインゲーブング、アインゲーブングエアサージェ、真ん中2番シルキーボイス3頭争い、外から追い込んでくる10番レッドベロシティ、内で足を溜めていた7番のブレイブロッカー、間を狙って伸びてきた、しかし内もう一伸び、1番のエアサージェ、ブレイブロッカー、3番アインゲーブング、外から9番ビューティーウェイ接戦だ、7番のブレイブロッカーか、エアサージか、ブレイブロッカーか、ブレイブロッカーゴールイン、7番のブレイブロッカー、ドゥラメンテ3区3歳はブレイブロッカー差し切りが。8番ドナベティが収まって、さあ2歳女王の決定戦、体勢整いました。スタートしました。11番スイーピート、後走から高ダッシュは3番キャットファイトが切りました。それを制して9番のテリオスルルと12番のシカゴスティング、この2頭の先行争い、あとは13番カルチャーデー早め、その外を通って15番の七尾も上がっていきます。外回りコースを目指していきます。それから17番のミライテーラー、あとは内から2番のキャット3番キャットファイト、2番のクイックバイオが続いて、この馬群の中に10番のコラソンビート、7番のアスコリピチーノも固まっています。外回りコースの3コーナーのカーブを目指していきます。8番のプシプシーナも中段のグループの外目を通って、あとは2馬身離れました。内から6番のスレンボシ、600は34秒4での通過、外を通って14番サフィア、中段の外目、あと1番コスモディナー、16番のルシフェル、後方から4投目、5投目、外を通って11番のスイープイートが続いて800切りました。そのうちに4番ニュージェネラルがいて、18番のドラビティ、後方から2投目、最後方5番のスプリングノバ、4コーナーのカーブを目指していきます。先頭は12番のシカゴスティング、先頭で600切って、これから坂の下りに入っていきます。2番手は外15番の七尾が2頭並んで4コーナーから直線に向く、あとはテリオスルル、その外に出した13番のカルチャーで、1番外から追い込んでくる10番のコラソンビート直線に向きました。
隣7番のアスプリッチェード、内から2番のクイックバイオ、クイックバイも伸びてきた、大外から10番のコラソンビートが、さあ先頭は内粘っている12番のスカウスイング、スカウスイング先頭坂尾のボール200を切りました、外から7番のアスコリプチェード、アスコリプチェード、10番のコラソンビート、その内に入った6番のセレンボッシュの追い込み、6番のセレンボッシュか、7番のアスコリプチェードか、アスコリプチェード、セレンボッシュ、アスコリプチェードかゴールイン、アスコリプチェード、7番のアスコリプチェードです。